初めてて、の議会を終えて初当選議員の議会体験記開選後初の通常会議となる6月通常会議が6月7日水曜から7月6日木曜にかけて開かれましたここでは初めての議会に臨んだ初当選議員の声を織り交ぜながら 大津市議議会会のの通常会議の流れをご紹介します1議案の提案説明本会議条例や予算決算など議会で決めなければならない案件議案が市長や議員から提出され議案の提出者がその内容や提出理由などを説明します。 初当選議員のコメント新和会井本清議員いよいよ初日議会の始まりです冒頭の大津市民憲章の斉唱の際選挙活動でさまざまな方とお会いした思いも込み上げ気が引き締まりました「市民ネット21」「ヒグマ樹議員」 初の提案説明は身の引き締まる思いでした。提案された内容を検討しより良い大津の実現に向け取り組もうと思いました大津参政会福永英明議員市民の代表であるという認識とともに責任感でいっぱいになりました次世代にいい大津 いいい日本を残していけるよ質疑一般質問本会議提出された議案についての疑問を問う質疑と市政各班に対する一般質問を合わせ大津市議会では質疑一般質問として本会議で実施しています。 質疑・一般質問を行う議員は、議案の内容などを確認し、精査した上で、あらかじめ議長に通告します。これに基づき、約4日間にわたり、議員が質疑・一般質問を行います。持ち時間は1人当たり60分までです。議員からの質問に対しては、市が答弁します。 初当選議員のコメント新和会桑野泰和議員課題解決に向けた的確な質問をするには事前の調査を丁寧に行うことが大切だと痛感しましたさらに努力し熱意を持って取り組んでいきます公明党議員団森脇健一議員 事前に原稿を用意する書文と違い答弁を受けて行う再質問は市民相談をいただいた背景などが頭に浮かび難しく感じましたこれからも自己検鑽を積んでいきます大津維新の会原田祐太議員全ての質問で再質問させていただきましたが 再質問の難しさを感じました。姿勢をより良くしていくため、これからも頑張っていきます。3。議案審査所管事務調査委員会。議案や請願などを分担して専門的に審査するため、各分野を所管する委員会に付託します。 負託を受けた委員会では議案などについて詳しく説明を受け質疑応答などを行い委員会としての討論採決を行います請願の審査では請願者から趣旨説明を受けて判断することもありますまた議案や請願の審査とは別に市が新たに施策を行う場合などに 市から詳しく説明や報告を受け調査を行いますこれを所管事務調査と言います初当選議員のコメント新和会細川力夫議員事前の資料配布や執行部の分かりやすい説明と委員からの質疑に対する丁寧な答弁により 理解が深ままり活発なな議論ととったと思います個性界葉月洋議員「所管事務調査は現在の市の取り組みへの理解を深め少し先の未来を垣間見たようでわくわくと同時によりよい大津のために改めて頑張ろうと思いました」「大津維新の会寺谷義弘議員」 議案に対して大津市や市民の皆様にとって本当に良いのかという視点を忘れず取り組むことができました日々勉強し皆様のために頑張ります4議案に対する討論採決本会議各委員長から委員会での議案の審査結果が報告され 議員が議案や請願意見書などについて事故の賛否に基づく討論を行いますその後採決を行い市議会としての意思決定をします初当選議員のコメント「親和会田中康弘議員議案・請願・意見書案に対する討論・採決が行われました」 自身の賛否理由を他の議員に知ってもらう討論は良い勉強になりました。大津維新の会、森川恵里奈議員。各議員の討論を聞き、自身の意思を持って採決に臨みました。電子採決は議員個人の賛否がわかるので、意思の重要さを改めて感じました。 平和と市民自治、中川哲也議員。請願や意見書の趣旨を補強する賛成討論をしました。議員だけでなく、市民や市の執行部にも自分の考えを伝えることができたと思います。大津市議会 YouTube チャンネル 大津市議会では YouTube チャンネルでさまざまな動画による情報発信を行っています。ぜひご覧ください。